ああ、ごめんなさい。あくびが。あくびが出ました。なんかあくび姫ってタイトルのなんかあり作品ありそうだよね。そう、眠り姫的な感じで。姫シリーズ増やそう。マジ？姫シリーズ他なんか作ってたっけ？私全然覚えてないんだけど。なんだろうね。さあ、まあ今日もね、一日皆さんお疲れ様でした。そう、今日メールでは言ったんですけどね、ずっと欲しかった T シャツが届いて、今日はそれを着ています。あ、スマホの待ち受け何か気になる。じゃあそのクイズしましょう。皆さん、スマホの待ち受けは何でしょう。難しいな。ヒントは、そうですね、まあある意味最近ハマってるものかな。あ、簡単だったかもな、もしかしたら。ある意味っていうか、もう最近そのことしか私は考えてない。あ、これはちょっとすごいヒントかも。で、今久しぶりにロック画面と、ロック画面とホーム画面同じ画像にしてます。そう、あべ、落とした。いつからその画面？昨日からです。まさかの昨日から。
なんで変えようと思ったの？そろそろね、待ち受け変えたい気分だったからですね。そう、そろそろ変えようかなみたいな、すごい変えたい気分でした。そうだね、その前の待ち受けを変え、前の待ち受けで変えてから1ヶ月ぐらいは経ったので、なんかそろそろ待ち受け変えたい気分だなって思って変えましたね。そう、昨日っていうのはあんまりポイントにはならないかもしれない、わかんない、微妙ですね。あ、初見さんありがとうございます。前の待ち受けはあつ森のあのスクショ画面、スクショ画面でした。そう、あのシャンクが初めて街に来た時のスクショ画面とか、ゲーム中に撮影した写真を待ち受けにしてました。前は人とかキャラクター、まあそうなる、部分的にそうですアキネイターみたいな言い方しちゃった。アキネイターって部分的にそうとかって言うよね、よく。初見さんありがとう。ごめんね、ほんとあくびが、まあほんと止まらないの、あくびが、あくび姫です。あくびちゃんはそれはハクション大魔王になっちゃうよ。だよね。それじゃあそろそろ正解言いますよ。正解はジョン・マイ・ラブのポスターでしたイエーイ。何人かね、てっちゃんとかジョン・マイ・ラブのポスターって答えてた方いらっしゃったので、皆さん正解です。まあ、今日は多分 T シャツクイズしても多分誰も当たんないと思うのでやめます。多分みんな知らないそう、まあ、知ってる人はでも知ってるか、でも知らない人の方が多そうだしね。今日はあんま T シャツクイズしてもっていう感じなんでやめとく。んだってヒント出しようがないんだもん。出してもみんな多分分かんないと思う。じゃあやりますか、今日の私の T シャツクイズ。さあ何でしょう。質問を受け付けます。うーん、どうなんだろう、
どれぐらいの人が知ってんのかが私には分かんないの。ジャンルは？ジャンル？むず、なんて言えばいいんだろう、わかんない。こういうジャンルってなんて言うんだろう、どういうジャンル、何、ドラマとかアニメとかっていうことですか。いや、ちょっとわかんないっすね、なんて言えばいいか。あ、アニメ関連じゃないです、それは言える。アニメ関連ではない。うん、イラスト、なんて言うんだろうな、でも難しいんだよね、アニメと漫画の違い。まあそれは明確だけど難しい。なかなかそういうのにあまり詳しくない人たちにはどうやって説明すればいいのかって私には分からない。でもアニメ関連ではないです。イラストです。そう、文字ではないね、イラスト。愛媛関連ではないです。生き物か食べ物かって言われると生き物になるのかな。なんか生き物っていうのもちょっとなんか違和感感じるけどね。そう、外国は関係ないね。ブランドのロゴ系、うん、全然違う。さあ、他に質問はありませんか、皆さん。動く、動いてはいたけどもって感じめっちゃあやふや。ゆるキャラ方向、うん、違う。うん、答えても分かんない人がほとんどだと思いますぶっちゃけ。そう、あ、15分経ったのでじゃあ正解を言いたいと思います。正解はこちらです。あ、全然見えない。こちらピディワンというもののグッズなんですけど、あの花伏さんという方がいらっしゃいまして、あのなんだっけ、あの私花伏さん知ったきっかけは、あのずっと真夜中でいいのにさんいらっしゃるじゃないですか、アーティストさん、それのお勉強しといてよっていうミュージックビデオ、あの作成、あの映像作成していらっしゃったんですけど、その本当イラスト絵柄がめちゃめちゃ好きで、好きになって、それでファンになったんですけど、そうツイッターフォローしてんのよ。そう、フォローをしてます私は。なのでその T シャツをね、あのちょうどなんかめっちゃ可愛くて買ったんです。めっちゃ可愛い。
はい、分かんなかったね。ということで、じゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います。はえちゃんさん、お疲れとハートありがとうございます。で、はるにゃんさん、貝殻、玉国さんが金魚すくいと花束、はえちゃんさん小判、はるにゃんさんハート、メソさんが錦アナゴ、はえちゃんさんが小判、ありがとうございました。じゃあランキング見ます。13位、13位ナナタさん、12位飯田ひろゆきさん、11位猫3匹とジョンさん、10位ケイちゃんさん、9位アッコは広島県民さん、8位メソさん、7位ミュージックラッシュさん、6位ロミツさん、5位 THKG さん、4位カラスのカーコさん、3位夏目さん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、というわけで、じゃあ今日も見てくださってありがとうございました。また明日、おやすみなさい。またね、おやすみ。